旧ソ連の装甲蒸気機関車のプラモデルをポチってみた。なんやら見た目に惹かれたんですけど、怪しそうなフォルム。パッケージ寄ってみます。ミリタリー UM ってありますが、ウクライナのメーカーの製品だそうですね。そしてアーマードロコモティブオブザアーマードトレインクジマミーニンとあります。クジマミーニンっていうのは17世紀の英雄の名前だそうですね。英雄？その名を取った愛称だそうです。そして入ってる車両がこうです。本当に箱ですよね。でも煙突があって蒸気が出てるから一応蒸気機関車。スケールは70分の2分の1。そしてパッケージ側面は各国の説明書き。うん。で、ぐるっと回って、反対側、なんて書いてんのかはわかりません。この後ろに見えてる EH10 のプラモデルも作ってる途中なんですが、見た目に惹かれてポチってしまった。てか、この車両については全然詳しくないですし、本当に見た目に惹かれただけ。そして今回はこれを開けるだけの動画です。EH10 も早く作りたいんですけどね。じゃあ開けます。オープン。てってれー。あ、意外と内容物は少ない。こんだけ？なんかジップロックみたいなのに入ってますけど、これと説明書。よいしょ。以上。入ってたのはこんだけ。説明書は4カ国語に対応してるっぽい。まあでも結局イラストを見て組むんで、なんかそんなにパーツ数多くないな。説明書こんな感じですが、ほんまにできんのかな？で、レールもついてるよってことやね。では、パーツ開けていきます。てか、これエッチングか。表面のディティールはエッチングパーツ貼り付けるっぽい。だから説明書の図、薄っぺらいパーツがいっぱいあったんや。まあ、とりあえず中を見てみましょう。よいしょ。出ておいで。バラバラバラ。出ました。パーツは、おっきいものがゴロッとついてます。ランナーも多くないね。これ機関車の側面かな。パーツ構成はすごいシンプル。まあ、鎧なんで、ほぼ細かいディティールは見えないですからね。ちっちゃめのランナーには車輪がついてます。これ何のパーツやろ？そして大きめのランナーには板状のパーツが入ってますが、これ多分テンダーの側面かな。続いて多分これもテンダーのパーツと車両裏側のパーツかな。ああ。なるほど。そしてこれがレール部分やね。成形色は全て一緒。これボディ側面ですが、一応このリベットとかの表現はあるんやね。あとはちょっとね、なし地っぽい表面になってるかな。ここにエッチングパーツを貼り付けるんや。で、そのエッチングパーツはこれ。デカールも入ってるんですね。出しましょう。てってれー。あ、デカールは2枚入ってた。そして、エッチングパーツは2枚入ってます。ドームとかもエッチングになるのかな。折り曲げて、組み立てるんやね。こっちも1つのパーツが大きいんで、大量に貼り付けないといけないというわけではなさそう。多分これは機関車のつま面かな。前面部分。バッファーと連結器もあります。こっちはテンダーの後ろ側かな。うん。ここら辺は説明書見ながら貼り付けるわけですが、エッチングのパーツとこっちのパーツの形がほんまにちゃんとピタッと合うのかっていう心配はありますね。削り合わせとかが必要ならむずそう。でも面白そうやね。ほいで、これがキットの中身一覧です。パーツ構成はそんなに多くない。あとパーツは緑の成形色で、パッケージはちょっと迷彩がかったようにも見えますが、ネットで見てみると同様の装甲機関車は単色で保存されてましたね。だから緑一色で塗るのもいいし、ちょっとアレンジして別の色を塗るのもありかと思うんですけど、何色で塗るのがいいかな。黒にするのもかっこいいと思いますけど、毎回黒の塗装はワンパターンなんで、なんかいい色があればコメント欄で教えてください。てか実写について詳しくないんですけどね。でも面白そう。まあいろいろ仕掛かり品が増えてますけど、まずは EH10 をパッと終わらせて、装甲機関車をピャッと作ろう。ぜひチャンネル登録をして、引き続きご覧ください。製品詳細と関連動画は説明欄に載せておきます。そっちもチェックお願いします。では、続きます。